大門みきし君。大門です。新型コロナ対策に関わってマスクの転売問題について質問をいたします。資料をお配りしてもらってますけれど、この間インターネットでのですね、マスクの高額転売の問題が大きな問題になってまいりまして、資料にございますような規制がですね、3月15日から規制がかかるということになりまして、やっと規制がかかるということでございます。で、この図にあるとおり、規制の内容は非常に分かりやすい単純なものであります。で、1年以下の懲役または100万以下の罰金ということで、転売したらそういうことになるということですね。で、小売事業者等になってますが、これは製造事業者も入ると。で、店舗だけではなくって、先ほど申し上げましたインターネットでのお取引も入るということでございます。で、これはいいんですけども、資料の2枚目にですね、実はこのマスクの転売というのは、この間この15日の規制以前から相当批判がありまして、運営サイトも自主規制をやるというようなことがあって、実際に行われてきたのはですね、この資料2枚目にあるようなですね、マスクのそのものの転売というのを書かないで、表示しないで、例えばこの例でいきますと、水性ペンが100円ほどの水性ペンがですね、1万円で売りますと。で、下のホッチキスの芯も100円ほどのものが1万円で売りますと。で、何かというと、おまけに、マスクをつけますと、1箱をつけますというような形で、形は水性ペン、ホッチキスの芯なんですけど、売ることなんですが、実際にはマスクの転売をやっていたわけですね。で、これが実はこういう手法の方が直近では広がっていたわけであります。で、厚労省に聞きますが、こういう手法も今回の規制で取り締まりができるようになるんでしょうか。矢上審議官。お答え申し上げます。今回の転売規制の施行や経済産業省からのマスク等の出品自粛要請を受けて、インターネット上の販売サイトにおけるマスクの出品が減少する一方、今ご紹介ございましたようなホッチキスの針などマスク以外の出品に見せかけてマスクを販売するような事例もあるというふうに承知をしております。こうした行為につきましては、出品の名目にかかわらず実態としてマスクの転売行為が行われている場合、今回の規制の対象となりうるということでございます。大門みきし君。対象になるということですね。で、その上でお聞きしますけれど、ネットにもいろんな話が出ておりまして、この転売で1ヶ月で2000万円儲けたと、あるいは中国と日本を、両方にですね、ネットで販売して大儲けをしたと。で、入手先は店舗で並んで買うんじゃなくって、製造事業者等々の横流しで大量に、何箱ということでやるというようなことが行われてまいりました。これ、3月15日以前にそういう大儲けをしたですね、悪質な個人や事業者は、処罰の対象になるんでしょうか。これは警察ですか、厚労省ですか、どちらでも結構ですが。矢上審議官。お答え申し上げます。3月15日以前の行為については対象にならないということでございます。大門みきし君。そういう人たちをですね、無罪放免していいのかというのがあるんですけれど、ちょっと調べてみたんですけど、3月15日以降もですね、似たような出品があるんですよね。で、いくつもございます。例えばホッチキス、先ほどのこの資料のようなホッチキスの芯ですね、これを1箱2000円とかですね、そういう同じような例があって、で、今度はですね、わざわざマスクの転売ではありませんとわざわざ表示してるんですね。で、ユーザーから質問が来てて、その回答にも、マスクの転売ではありませんと答えているのもこう見られるんですけども、そういうことをやってる事業者個人は、今までマスクの高額転売をやってきた同じ事業者や個人なんですね。
で、なんでこんなこ、なぜこういうことをやるなの、やっているのかと、なぜホッチキス1箱2000円だけの表示なのかと、わざわざマスクの転売ではありませんというふうに、なぜわざわざですね、こんなことをやっているのかというふうに、不思議なんですけども、考えられるのはですね、そのすでにマスクの転売やってきた人たちから欲しいということで、たくさんの人がそこで買ってますよね。すでに、まあ、なんて言うんですか、常連さんといいますか、そういう人たちいるわけですね、もう取引のあった方々、そういう人たちにはですね、暗黙に、もう同じ業者がこの形でやってることそのもので、買えると、マスクは実は買えるんだという、まあ、暗黙のですね、了解になっていて、いまだこういうサイトを、サイトに出してるんじゃないかと思うんですよね。でしかも、なぜここまでするかというもう一つの動機なんですけど、大量に、さっきの横流しも含めて、大量に仕入れたわけですよね、まだもっと売りたいわけですね、もっと転売したいわけですね。ところが、この3月15日の規制で、さっき言ったような、今までやったケースは取り締まられると、ところが在庫あると、やっぱり在庫処分をしたいと。いうことで、過去に取引したような人たちに、こういう暗黙の100円のホッチキス1箱を2000円と、これだけで相手にはもう分かるというようなことで、継続してですね、こういうサイトにまだ載っけてるんじゃないかと思うんですね。こういう点で、そういうの、警察庁も把握されておりますか。小柳審議官。網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば都道府県警察におきまして、インターネットのショッピングサイト上でマスクを販売しているといった内容の情報提供等は受けているところでございます。大門美樹君から申し上げたいのはですね、私は結構こういう詐欺とかですね、投資詐欺とかやってきましたんで、非常に感じるところはあるんですけど、おそらく、あの手この手でこうやり続けるわけですよね。そういう点では、ちょっと深く表面的だけでなくって、深く、お菓子のものをですね、分析していただいて、取り締まりをしてほしいというふうに思います。もう一点、先ほどちょっと言いましたけど、ドラッグストアに、例えば中国の人が、中国の、こういう悪質なことをやってる人たちやったんですけど、人を並ばせてね、マスクを買わせて、それをこう転売と。ところが先ほど言いましたように、それじゃあまり儲からないんですね、大量に横流してもらわなきゃいけないと。この、言ってみれば、この転売業者だけではなくですね、この事業者で横流しを、さっきの表でいきますと、もちろんこの転売した個人事業者とあるんですが、この一番左のね、小売事業者等ってありますよね。で、個々の中には製造事業者等も含まれるということになります。この横流しというのは、取り締まることができないんでしょうか、警察庁、いかがですか。小柳審議官。取り締まりの可否でございますけれども、それにつきましては、個別の案件ごとの具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますので、直ちにですね、捜査の可否、取り締まりの可否、あるいは適用する法令につきまして、一概にお答えすることは難しいというふうには考えます。いずれにしても警察としてはですね、刑事事件として取り上げるものべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。大門美樹君。通常、横流しというと、会社で言えばですね、横領に、それで利益を得たら横領になったりですね、そういう世界だと思うんですけど、マスクの場合は、まだまだ大変な事態でありますので、この事業者からの横流し、これも取り締まるとですね、別枠で一個一個の横領とかなんかじゃなくって、の対象にやっぱり考えていかないと、根を断つことはできないんではないかと。というふうに思いますので、ご検討をお願いしたいと思います。で、もう、あとは消費者担当大臣として、これはまあ一応、この法律がですね、国民生活安定緊急措置法ですけど、消費者庁の一応所管で、他の省庁も関わるということでありますので、
消費者庁としてもですね、国民生活センターにはたくさんの相談とかも来てると思いますので、引き続きウォッチングをですね、監視を強めてほしいと思いますが、江藤大臣、いかがでしょうか。江藤大臣、マスクの問題はですね、消費者庁も、もう2月の終わりからですね、大変注意をいたしておりました。それで、経産省とも話してですね、デジタルプラットフォーマーに対してですね、転売等命令のものを一切、自粛してくれと。そしてその時にですね、14日までにですね、それを全部その自粛してやめてくれということを言ってですね、言ったところでございます。で、まあ、そういう中で、3月の5日にですね、いわゆる生活2法の適用、とりわけこの中の26条の適用をやるということが決まって、強い措置が取れるということになりましたので、3月5日にですね、その法の政令改正をし、そして15日からは完全に規制しますよということをやりましたんですね。それまでの間に持ったところは、今お話のようにですね、ひょっとしたら放出をしたのかもしれませんがですね、その実態についてまだ私どものところに話も入っておりません。ただ一部の中ではですね、これは中国から買ったよと言ってですね、転売ではないよということの表示もして言ってるということですから、これは実態を調べないと分かりませんのでですね、実態を調べて関係省庁もですね、よく省庁ともよく連携を取ってですね、実態を調べて適切な処置をお願いしたいというふうに思っております。大門美樹君。はい、今日は経済産業省をお呼びしてないんですけど、先ほど言いましたこの小売事業者、作る方ですね、こちら側のをどうするかというのは経済産業省の方に特に関わりますし、具体的なこの、ね、摘発も経済産業省にも関わりますので、大臣がおっしゃっていただいたように各省庁連携を取ってですね、このマスクの転売大変な事態でございますので、規制強化を努めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。